若手の目をつむことになっても筒香獲得に乗り出す複雑事情。表向きは瀂々としている岡本ですが、オフの契約公開の度にポスティングによるメジャー挑戦を実装しています。球団はこれまで山口俊と菅野に認めた例があり、今季の成績次第では、早ければ今オフにもゴーサインが出るともっぱら。昨年2年ぶり3度目の本塁打王になり、目下6年連続30本塁打を放っている絶対的主砲が流出するかもしれない。球団幹部の危機感は相当です。筒香の獲得は、その延長線上にある話でしょう。さらに、巨人はもう一人、岡本の後釜候補になりうるアマチュアの逸材にも熱視線を送っています。強奪以外の勝ち方育て方がわからないから選手育成のノウハウが球団にないだけ定期。少子化で人材確保も難しくなってきた時代に投手使い捨て感覚なの読売と SB くらいやで。巨人はドラフトも育成もうまい方やろ。安倍巨人の現状一軍が焼け野原やけどどこが成功なん。立浪2年目と同等かそれよりひどいやろ。巨人の主力は基本的に生え抜きやろ手から1年目の監督関係ないやろ。現代とかいうファン以上に巨人の若手を応援する雑誌。なお具体名は挙げられない。速いストレート投げとけ打てないんやろ。今時みんな 150km 割と出すやろ。言うて若手は2軍で育成する段階だから筒香を獲得するのはあり。お堂は獲得が筒香獲得に変わっただけでは？どうせセンターは空いてるし両翼は代わり番子でしょ。ご視聴ありがとうございました。